8月4日朝顔観察3日目です。3日目にいたしまして、こちら朝顔には変化はまだないですが、抱き合わせで買った星崎流行草が発芽いたしました。今日も曲を聴かせていきたいと思います。本日の曲はアンディモリで16。なんでもない日を繰り返し、歌い続けてから幾年が過ぎ、約束ばかりが増えてゆく。空っぽの空の向こうに、どこにも行けない彼女たち、駅の改札を出たり入ったり、変われない明日を許しながら、なんとなく嘘をつくのさ。16のリズムで空を行く、可愛くなれない性格で、全然違うことを考えながら、優しいんだねって嘘をつくのさ。自分のペースで育てよう。